日本国神奈川県横浜市中区末吉町。末吉町は神奈川県横浜市中区の地名。住居表示は未実施で1から4丁目のあざ町名が設けられている。2020年5月31日現在、1852世帯に1943人が暮らす。中区の北西部、大岡川の右岸に沿った細長い町域を持ち、 館内に近い東側から順に1から4丁目が設けられている。1丁目の東端は、長者町9丁目、1.2丁目の南側は、若葉町1から3丁目、3.4丁目の南側は、伊勢崎町、4丁目の西端は、富士見川との公園を挟んで、南区比枝町と接する。大岡川の対岸は、それぞれ1丁目、日の出町1.2丁目、 2.3丁目、小金町1.2丁目、4丁目白金町となる。大岡川には、東側から朝日橋、黄金橋、末吉橋、大田橋、栄橋がかかる。1丁目には、西母幼稚園や、牛鍋の老舗の大田縄の連、4丁目にはホテル、マイステーズ横浜がある。町内に、鉄道路線はなく、大岡川の対岸を走る京急本線の、日の出町駅。 小金町駅、末吉町四丁目南方の横浜市営地下鉄、ブルーライン、万堂橋駅が最寄りとなる。私立小中学校に通う場合、全域が横浜市立東小学校及び横浜市立老、松中学校の学区となる。江戸時代に吉田神殿として開拓された土地の一角にあり、1873年11月に末吉町の町名が付けられた。 町名は縁起を担いだ、随称地名であるとともに、吉田神殿の末端に位置することも意味すると推察される。1889年には、市政志向により横浜市の町名となる。1923年の関東大震災では、末吉橋付近で多くの犠牲者が出た。1927年には、区政志向に伴い中区の町名となる。1928年には、 日枝町、南吉田町、若葉町、長者町、伊勢崎町との間で、町境の変更が行われるとともに、それまでの1から7丁目から1から4丁目に再編された。大岡川は、かつて盛んに水運が行われ、いかを組んで、川岸の材木店まで木材が運搬された。末吉町3丁目から若葉町3丁目にかけては、 千代田劇場や横浜大賞館、横浜日劇、東映名画座など数多くの映画館があったが、若葉町の東映名画座とのシネマジャックベティが残るだけで、末吉町からは映画館は姿を消した。四丁目には第二次世界大戦前まで横浜歌舞伎座があった。2020年5月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 ありがとうございます。